再び登場です。よろしくお願いします。さあ続いて2人目のゲストをご紹介いたします。すごい出立ち、とんでもない、なんか埋まってきそうな感じですけどね。そうですそうです。さあ、今回はオーガニックライフサポートの山田あゆみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。こういう感じなんですね。そうなんです、すごい。ちょっと緊張してすごいしてます。初めてです YouTube。 あ、本当ですか。はい、あの辺りをこの辺でいいですか。はい、スタッフさんも、ね、今3万人ぐらい。すごいですね。だからめっちゃ緊張しちゃうんですよね。そうなんです。すごいハンサムで、みんなそうハンサムで、本当イケメン揃いですもんね。はい、楽しい。はい、ということで2人目のゲストなんですけれども、実は私ともまあ、ママ友ということなんですけれどもね、まあ、詳しく話しますとね、本当に私のお家の近くのカフェの店員さんでいらっしゃって、よく私がちょっとこう一息入れたい時に休んでるんですけど、妻に時にコーヒー飲みに行く時に店員さんでちょっとこう会話をしたんですけれどもね、そしたらまあ、いろんなこう活動をしてらっしゃって、で健康志向ということでね、お話をいろいろ聞いたんですけれども、で今回この週末4月25日の日曜日に山田さんがずっと、抱いていたマルシェをね開催するということで、今日はその PR をさせていただこうと思いまして、私も応援隊として来ました。よろしくお願いしま す。ということで、ちょっとこの今週末25日日曜日に行われます初開催のウェルネスマルシェについてちょっとお話お願いします。はい、静岡市初ウェルネスに特化したマルシェを行います。題してボルドーハウスウェルネスマルシェと言います。はい、どこ見ればいいですか。あの辺の方ですか、はい、この辺で、はい、これがねチラシなんですけれども、ちょっと見かちゃおうかな。はい、ボルドーハウスっていう、これ実は山田さんのご自宅なんですね。そうなんです。はい、ご自宅です。ご自宅の前で、この初開催のマルシェを開くということなんですが、どういったお店が1,2,3,4,5,7 店舗ぐらい来ていただくんですけれども、はい、ロースイーツ、なんか生きた酵素のスイーツっていうものがあります。なんかそちらのロースイーツ2店舗と、あとフランスのブルターニュ発祥の伝統ガレット、あ、はい、ガレット職人の方が、本場のガレット職人の方が来ていただいて、こう、OK、はい、来ていただいて、ね、ガレット、ガレット、そうなんです、はい、その場で焼いてくれます。うん、であとはイギリスに留学されて、やっぱそのイギリスで焼き菓子、そうです、スコーン、あと有機農家さんと自然の農法の農家さんも来てくださり、すごく盛りだくさん、豪華な出店者さんが揃っていただけました。はい、ぜひ。そうなんですよ。これ場所が静岡市葵区の公園前。田町公園、まあ、私たちも子供時代によく行きましたけれども、ね、まあ、地元が私たち田町なので田町公園があるんですけれども、その目の前のこのボルドーハウスのご自宅前で山田さんがこだわってこだわったこのマルシェを開催ということですので、ぜひ皆さんいろんなことに来てほしいですね。そうですね、はい、こちらのマルシェでそう来ていただくだけで美意識とか健康とかが自然に上がります。ぜひ楽しんでてください。はい、ちょっと今日緊張してね、私の方が声が大きいんですけど、ね、いつもはねもっともうバン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 喋ってるんですけれど、今日はこういった入り立ちなんですけれどもね、本当にファッションセンスも抜群でして、こういった山田さんがマルシェでの店員さんになってますので、ぜひともその健康志向の本当に高い方なので、ちょっとこう相談でもいいですしね、はい、何かこう悩んでることがあれば直接相談していただければなと思います。さあそんな山田さんなんですけれども、日々ね実はいろんな活動をしていまして、ちょっとお写真を用意したんですけれども、
春休みには今回は、親子会ということで、オーガニックテイスティングパーティーということでね、はい、開いたんですよね。その様子の写真をちょっといくつか、はい、ご覧ください。これチラシですね。そうなんですよ、はい、これは4月の5日5日です。はい、これあったところです。春休み企画中ということで、お子様に向けて、親子でのパイテイスティングパーティーになります。はい、じゃあ続いてどうでしょう。はい、すごい材料が、そうなんなかなか、どんなのが分かりますか。はい、これが一応、私は普段、はい、オーガニックライフチェンジしてからの普段 の、 あの調味料など持ってきました。はい、そしていろんなものを、これは何の、これエディブルフラワーって言って食べれるオーガニックのお花なんですよ。すごい可愛くて彩りに使いますね。すごい、もう本当今インスタ映えですね。そうですね、はい、映えてます。で、食べれる、食べれるんですよ。はい、続いてどうぞ。あ、これじゃあお子さんたちと一緒に。そうなんですよ、うん、餃子の皮をちょっと私こねてきて、はい、それで皆さんに餃子の皮作っていただいて、はい、っていう形で、すごい私より皆さんの方が上手で、なんか無我夢中ですね。そうなんですよ、はい、ちょっと職人っぽくなりましたね。皆さん、そうです、はい、そうです。そしてこういう風に実際にお子さんたちに作って、はい、はい、もらってできたということですね。はい、はい、さあ、でこれ実際焼いて、これは餃子？そうです、ね、うん、豆腐ミートを使った餃子です、うん、はい、さあ、そしてこれで今作りました。子供たちも楽しそうですね。なかなかこう今 ね、食に触れて自分で作るっていうのがないですのでね。さあ、そして出来上がりの写真があると思います。こちらです、どうぞ。わあ、美味しそう。ありがとうございます。すごい華やか。手前はもうローケーキになりますね。はい、うん、酵素が生きてるってね。あ、そうです、そうです。私ローって言ったんで、もうずっともうなんかカロリー低いのかな。違うんですね。生の酵素が生きている、そういうケーキということで、はい、じゃあ続いてこちらは、こちらがお客様たちが作っていただいた大豆、あ、豆腐ミートです。豆腐ミートの餃子です。ビーガン餃子って呼んでます。ビーガン餃子、はい、愛してます、自分で。ビーガン餃子、そうなんですよ、はい、動物と繊維を使ってないんですよ。あ、そう、お肉じゃなくて豆腐でやってます。はい、続いて、あ、これはスムージー。そうなんですよ、私オーガニックスムージーを作ってまして、ちょっと、そうなんですよ、普段これは食べてます。さあ、そしてみんなでできましたという写真ですね。いや、すごいこう健康志向で、子どもたちにもこう伝えてっていう感じで、そういった活動をなさってるんですね。はい、そうなんですよ、ね。まあ、そういった山田さんがね、開催するあのマルシェが今週末にありますので、ぜひとも皆さん、田町公園前のボルドーハウスですので、まあ、このウェルネスっていうのがもう、ね、健康に特化したということですので、ちょっと行ってみたら健康になれるかなと思います。さあ、ぜひお願いします。さい、さあ、ちょっとね、短くなってしまいましたけれども、第1回ということで、ぜひとも皆さんでこのマルシェを盛り上げていただきたいと思います。はい、じゃあ言い残したことは、それ言っちゃっていいですか。はい、まだまだイベント、そうなんですよ、スムージーってちょっと露店とかでは出せないんですけれども、店舗でだったら出せるっていうことで、あ、カナイさん、カナイさん、あ、カナイさんいる。すみません、本人がいました。いるじゃん。見ていただきました。あなた、あなた、びっくりした。今全部出ました。こんにちは。椅子がない。カナイさん、ね、店舗を手掛けていらっしゃるということで、カナイさん。はい。はい。そうなんです、最後の晩餐で、オーガニックスムージー、私のスムージー出させていただきます。めっちゃ美味しいんで。本当にあの感動しますよ。はい、いつですか、はい、これは。あ、そうでした、はい、ゴールデンウィークの5月3日と4日です。はい、ぜひ。スムージーの概念が変わります。ということで、金井さんからそういう思いを受けてもらったので、ありがとうございます。ありがとうございます。山田さんね、いろいろこういろんなところで、ね、活躍、ね、そうですね、頑張ります。ということで、まあ、またちょっと
とはいろいろこうお話も聞きたいので、また山田さんにもね来ていただこうかなと思います。最後に実は山田さんも4月18日お誕生日ということで、すみません、ありがとうございました。そして、バースデーの写真を用意しました。サプライズどうぞ。誰ですか？20年前ですかね。この当時はこういう風な出立ちで静岡を盛り上げていってました。もう第一線で活躍してまして、第2章はこういう人たちで検討しようと思いますので、はい、ぜひともやばいですね。やっぱりやばい。出ましたね。そう、ちょっと話題取れたかな。話題取れた。見てるじゃん。すごい見てますね。はい、ぜひとも山田さん来てください。お願いします。ありがとうございました。山田由美さんでした。ありがとうございます。